こんにちは、ナビゲーターのシルバーです。皆さんはご紹介したダニエルさんのライトランゲージの動画をもう見られたでしょうか？先日ピークを迎えた11月11日のゲートがゆっくり閉じつつあります。必要なエネルギーを受け取り、望んでいることを強力にイメージして叶えてください。自分のこと、世界のこと、地球のこと、すべてに関して、こうなったらいいな、の感じで、リアルに感覚も再現してみてください。11月19日までの限定公開のライトランゲージです。聞いて活用してくださいね。それから、今回のメッセージには、このような表現が出てきます。皆さんが前の瞬間、直前に放って影響させていた振動周波数とは異なる振動周波数を今という瞬間、今ここの場で放ち変えて影響させることができるように取り組むことです。この部分が意味していることというのは、皆さんが瞬時に不快の感情、感覚を感じ取り、すぐに望む感情、感覚へと選択し直していくことで、現実の想像を早めます。ということを表しています。5次元とは、あなた方にとってどのようなものになるのか、9次元アクトゥリアン評議会。ご挨拶申し上げます。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは皆様とつながれることを嬉しく思います。あなた方が頭上に流入してきているエネルギーで何をするか、そしてあなた方の世界でより良いシステムを共同作成するために、そのようなエネルギーをどのように利用するのか、私たちはとても楽しみにしています。覚醒した皆さんの大半は、皆さんの維持している今の社会システムが誰にも機能していないことを理解しています。そして皆さんは意識のシフトが起きつつあるために、導入される新システムの創造の一員に参加したいと思っています。私たちは皆さんに5次元存在として、そのような既存システムはもう必要ないということを理解してほしく思っています。教育システムは必要ありません。なぜなら、誰もが年齢に関係なく、コンピューターやインターネットに接続せずとも、好きな時に好きなものにアクセスできるからです。ダウンロードしたいと望むものは何でも、簡単にハイヤーマインド、エゴのないハイヤーセルフのマインドから肉体の脳に下ろすへ、直接ダウンロードできるようになります。皆さんはインスタントマニフェスター、即時具現化者、現実の創造=引き寄せのプロになるので、経済システムも必要ないでしょう。それゆえに、いかなる種類の為替制度も必要ないでしょう。皆さんの肉体の頭脳の思考は、まだ物理的な制限に縛られているために、今すぐにそのようなことを理解しようとしないでください。それゆえに、肉体の経験からしか答えが用意できない頭脳では、限界の文字を導き出すでしょう。皆さんは政府を必要としないでしょう。なぜなら、自分自身で心も体も自在に統治できるからです。内面を自在に扱えるなら、外界も自在に設定、統治ができるからです。国境は必要ないでしょう。なぜ政府が必要なのでしょうか。平和が訪れるでしょう。つまり、戦争はありません。貿易協定は成立しないでしょう。つまり、振動周波数によってすべてが沿い、なぞらえていきます。すべてのことがシンクロニシティ、共時性が一日の中心を据えた規則であるかのように起こるでしょうし、実際、そうなるでしょう。皆さんが5次元存在として、どれほどのものが必要ないかに驚かされることでしょう。したがって、皆さんは壊れた社会システムと、その壊れたシステムにおいて、誰が何をしなければならないかに焦点を当てて不満を言うのではなく、5次元存在になることや、5次元エネルギーをグラウンディングすることや、アセンションするために、チャクラから取り除いて浄化する必要のあるものを片付けることに、焦点を合わせて集中するよう、私たちはお勧めします。そのような不平不満を言うことがあなた方の仕事ではありません。つまり、皆さんの仕事とは、すべての力の内蔵されている自らの内面という心、意識の中での作業に取り組むことであり、そして皆さんが前の瞬間直前に放って影響させていた振動周波数とは異なる振動周波数を今という瞬間、今ここの場で放ち変えて影響させることができるように取り組むことです。それよりさらに複雑なものである必要はありません。地球外知的生命体との関係に関しては、そのようなアセンションの瞬間に全てが理解できるでしょう。繰り返しますが、振動周波数は全てを左右するので、もっと多くのコンタクトの準備が整っている人々においては、コンタクトすることになるでしょう。もっとコンタクトをしたい人々は、コンタクトの機会を得ることでしょう。つまり、宇宙旅行に行きたい人は、どの行き先にも関係なく、旅することができるようになるでしょう。今、すべてを解決しようとしたり、実現する前にすべてを解決しなければならない、などと考えたりしないでください。なぜなら、皆さんは現時点での頭脳からは解決しないし、解決不能だからです。あなた方にできることは、自分自身を使い、自らが現在活用してもたらせる才能を必要としている周りの人々のお世話をすることです。地球上の意識レベルを上げるのに役立ち、他者が何をしているかを心配する必要はないのです。自らの現実の中で、誰かが自分の現実を想像していると仮定する必要はありません。なぜなら、誰も個々人の現実は想像してはいないからです。そして、5次元に向けて一歩ずつ前進し続けることで、もっと本来に備わったエンパワーメントの力のある人生を送ることができるのです。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは皆様とつながれたことを楽しんでいます。いかがだったでしょうか？今回のメッセージが気に入っていただけたらコメントで教えてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。あなたの日々が幸せでありますように。幸せの法則でした。